はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこの結んだ時とかにこの辺に割れが出てくる方っていらっしゃると思うんですけど、それの対処法をご紹介していきたいと思います。今回のねお客様はこう結んだ時にねここの地肌が見えて割れが気になるってことを直してほしいっていうオーダーでした。これね画像を見てもらったらね分かると思うんですけど、この部分がちょっと長くてこの長い部分をこうまとめた時にこう割れが出てくるってことだったので、この部分って切ったらどうなのことなんですけど、まあ僕全然この産毛の部分を、切っちゃう、産毛カットって結構するんですね。それをすることによってもうわざと産毛を作ってこの地肌を見せないようにしたりとか、あとはこのお顔の骨格補正っていうことも結構やったりします。この一線目の部分を切ったりとかすると髪の毛がねまとめた時でもちょっとこう産毛っぽく馴染みやすくなるので、そうすることによってちょっとねお顔が小さく見える。なのでこういう風にちょっとカットしていくとこの産毛がこう出たと思うんですよね。これを、やることによって結んだ時だったりとかに割れが出なくて、自然なね、アレンジスタイルになるよっていうご紹介でした。ということで、こんな感じで、ご紹介させていただきました。この辺の割れだったりとか産毛カット、ね、骨格矯正お悩みの方ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。